ポリーナラヒモアはアゼルバイジャンのバレーボール選手。ポジションはウィングスパイカー。アゼルバイジャン代表。2007年アゼルバイジャン代表に初選出される。欧州選手権には2007年より4大会連続で出場している。2007から08シーズンにはアゼルレールバクユに所属し国内リーグで優勝を果たした。2014年。 韓国リーグの現代建設ヒルステートへ移籍した。同年9から10月に開催された世界選手権では初戦の日本戦で33得点を挙げる活躍で勝利すると2次ラウンド終了時点では全体1位の229得点を挙げた。2015年6月、V プレミアリーグのトヨタ車体クイーンシーズ入団が報道され、同年7月17日に発表された。 2015年10月17日の V プレミアリーグ開幕戦で35得点を挙げてディフェンディングチャンピオンの NEC を粉砕した。同年12月12日の対日立戦で58得点を挙げ世界記録を更新した。2015、16プレミアリーグではチームのファイナル6進出に大きく貢献し、自らも最多得点とサーブ賞を獲得した。 サーブ効果率の23.9%は、プレミアリーグ史上1位となる回記録である。2016年7月のヨーロッパリーグで、初優勝に貢献し、自身も MVP に選ばれた。2017年9月の欧州選手権で12年ぶりのベスト4入りを果たした。トルコリーグの強豪フェネル・バフチェ、イタリアセリエへのカザルマッチョーレでプレーを経て、2019、 20シーズンは、ブラジルリーグのセシボリーバウルでプレーする。ありがとうございます。